あと少し、もう少し続けてみよう。栄光はすぐそこかもしれない。彼の趣味は絵を描くこと。仕事は長続きせず、何か始めようと一応やってはみるが、すぐ挫折してやめてしまう。20代後半で趣味の絵を仕事にしようとするが、なかなか周りから認めてもらえない。弟だけは今は認められていないが、いつか売れる日が必ず来るとずっと支援していた。しかしうまくいかないストレスや人間関係に悩み、アルコール中毒プラス精神病になり、37歳で自ら死を選んでしまう。彼の死から半年後、唯一売れると応援していた弟も病気で亡くなったが、その弟の奥さんの努力から絵は徐々に話題となっていき、亡くなった15年後には高額で絵が売れるようになっていた。彼の名はフィンセント・ファン・ゴッホ。世界の誰もが聞いたことがある天才画家の一人。生涯描いた作品は2000作品を超えているが、彼が生きている間に売れた絵はたったの数枚。100年以上経つ現在では100億を超えるような作品があるほど世界から評価されるが、本人はそれを知ることがないのかもしれない。